はい、皆さんおばんです。岡野ぶあきです。スキャプチャンネルのブロックということで、今回はジョイフルでスヌーピーコラボ、イエーイ。はい、というわけで現在こちらのジョイフルさんにてピーナッツとのコラボイベントが開催中でございます。イエーイ。期間中にはですね、ピーナッツのキャラクターたちをモチーフにしたコラボフードや限定のノベルティをもらえるなどなど、もう最高すぎるわけなんですね。はい、今回はピーナッツのみんなとのコラボフードを爆食いして、スヌーピーたちと共に素敵な時間を過ごしていきたいと思います。それでは早速行ってきます。のブロク。お店の外にはこちらジョイフル×ピーナッツ第1弾。あー、可愛すぎる。ちょっと待って、ジョイフルさんのその制服エプロンを着ているスヌさんってことだよね。笑顔が眩しい、可愛すぎでね。ハンバーグ提供してくれてます。絶対食べるね、待っててね。はい、ということで早速店内入ってきまして、はい、メニューです。表紙から可愛いわけ。もうあのサムニエルが優勝してるわけ、もうすでにね。美味しそう。今回ね、第1弾と第2弾で期間がね、あの2つに分かれてるんですけど、でこちら第1弾が6月の25日から8月の6日15時まで開催となっておりまして、ルーシーのグツグツチーズインバーグカレー、美味しそう。でこちらはチャーリー、チャーリーのチャーリーが野球をしているところをこのホットドッグを食べながら見るって、推しを見ながら推しと共に食べるみたいなことだよね。そういうことだよね。スヌーピーのヨーグルトホイップパンケーキ、パンケーキの上にスヌーピーがね描かれているという、可愛すぎない。でこちらのコラボメニューを注文した人にはオリジナルステッカーが付いてます。こちらのステッカーは3種類です。1品につき1種類コースターがもらえるみたいで、こちらがね10種類あって2枚シークレットがあります。このコースターの中に当たりくじっていうものがね含まれている可能性がありまして、そちらを引き当てた方にはこちらのオリジナルマグカップがプレゼントされると。で他にはグッズの販売もしております。で8月の6日から第2弾はスタートします。第2弾も楽しみだけど、まずは第1弾を楽しませて。はい、ということで到着しました。僕が頼んだのは第1弾の限定メニュー、ルーシーのグツグツチーズインハンバーグです。美味しそう。限定イラストのピックが刺さっているライスでございます。それはさすがに溢れすぎじゃないって。スヌーピーがスマークってチューシリアスです。かわいい。こんな感じね、スヌーピーが風船を持ってるシールだったり、あと僕が好きなこのラブが溢れまくりのこちらのシールもね入ってますね。こちらが一品頼むごとにいただける限定コースターです。せーの、ダンまさかのシークレットでした。かわいい。マジで美味しそう。見えてる見えてる見えてる、みんな見えてる。今日僕もこのために6畳着てきてるんですね。おはようございます。はい、いただきます。いいよね、ホットドッグとかさ、軽食もあったりさ、こういうがっつり食べられてさ、メニューがあったりとかさ、まあ、デザートもあったりとかさ、どの時間帯に来てもさ楽しめるってことじゃん。ありがたくね、普通に考えて。僕初めてジョイフルさん来るんですけど、レベル高くね。価格帯的にもさ、そんなに高くなくてさ、うまくね。でめっちゃいいんだけど、一つ残念なのは東京都内に全然なくって、僕ここからの3日くらいあのジョイフルに来まくる予定なので、ちょっとこの後ね食べ終わったらグッズあるのかどうかをちょっと確認しに行こうかと思います。食べ終わったらこちらのねライスのプレートの方が今回グッズとしても買うことができるチャーリーとスヌーピーのプレートでした。かわいすぎな、ごめんなさい、食べ終わったさらごめんなさい。はい、ということで2食目のジョイフルコラボメニューはこちら、じゃじゃーん、ホットドッグです。かわいい。はい、こんな感じで皆さん自由に食べていきましょう。美味しそう。いただきます。食べる前に食べる前に、はい、今回はこちらの緑バージョンのステッカーいただきました。よかった、かぶらなくって、いじじいってしてる、かわいい、最高。みんなで野球してたり、チャーリーにね引っ張ってもらいながらみたいなやつで、めっちゃかわいい。さて次は何が当たるのか、そして当たりくじが入っていればいいなという気持ちでいっぱいです。いきます、せーの、じゃん。あー、店員さんのエプロンを着たスヌーピーのイラストとなっておりました。この笑顔なだけでも僕はもう救われる。コラボエコバッグ買ってきました。このジョークールのお顔になってて、で中にはこちらのスノボかな、スノボ界隈のジョークールが描かれてるというこちらエコバッグなんですけど、でかくない？待って、
でかくない？ポリエステルみたいな感じの、あの水は一応弾きがちみたいな。今年の夏は USJ 夏パレ、水パレでございます。その時にね、濡れてもまあギリいけるんじゃねみたいな、こちらのねエコバッグを持ってインパしようっていうことでこちら買いました。はい、こちらこんな感じで入れちゃえばさ、可愛いのに実用的。ありがとうございます。いただきます。うん、うん、待って、うまい。ピクルスとか入ってんかな、いい味出してるっていうか。このポテトってさ、無限だよね。ポテトってマジで目の前にあったらさ、いくらでも食っちゃうじゃないですか。尊敬する。ということで、引き続きね、また明日は何を食べるのか、お楽しみください。どうぞ。のぶろく。はい、というわけで3食目でございます。今回はね、チキンステーキとパンケーキを頼んだので2セットずついただきました。あ、サーフモチベだ。海モチベのみんなが可愛いです。ということで、こちらの2枚のコースター開けたいと思います。せーの、じゃん。あ、可愛い。ライナスとスヌーピーが眠ってる姿です。可愛すぎる。青い毛布に頬を寄せて2人で寝てる姿は本当に癒しでしかないんですね。ありがとうございます。続いて2枚目です。いきます。せーの、パン。はい、ということで到着しました。まずはこちら、めっちゃ美味しそうじゃない。笑顔のスヌさん可愛すぎで、はい、それに合わせるのがパンケーキも炭水化物だよねっていうことで、パンケーキを同じタイミングで頼ませていただきました。パンケーキの上にヨーグルトソースがかかっておりまして、その上にはスヌさんがいます。かわいい。こちらのね、あの粉振るのめっちゃ大変らしくって、本当にジョイフルの店員さんありがとうございます。絶対美味しい。まずはこちらの旗はね、あの早めに回収させていただきまして、いただきます。今もう純粋にライスを頼めばよかったっていう後悔はあるんですけど、チキンステーキとハンバーグのメニューにはご飯ついてないんですけど、10時から15時までの間はご飯を無料でつけてくれるらしいです。ありがたくね。スヌーピーの顔を避けて取りました、パンケーキ。うん、うまっ。ヨーグルトソースがめちゃくちゃさっぱりしてる。パンケーキもめっちゃ軽い食感。これペロッといけるね。のぶろく。はい、皆さんおはようございます。はい、ジョイフルスヌーピーコラボ生活3日目の朝でございます。本日もね、朝から起きまして、ホテルの近くのジョイフルの方に1時間かけて往復で行ってきました。はい、はい、ご覧ください。スヌーピーのサーフズアップロコモクプレート。はい、美味しそう。え、てか美味しそう。え、美味しそう。行きます、行きます、行きます。せーの、パン。4食目はサリーとスヌーピーです。かわいい。お花の風船みたいな感じで、早速ね、いただいていきますか、この最強朝ごはんを。もう目玉焼きトロトロ系なの、ほんと勘弁してほしい。いただきます。うん、ありがとう。いや、もう本当にね、今日はね、朝起きてお店に向かってテイクアウトしてきたんですけど、事前にネット注文ができるんですよ。それめっちゃ便利。こんな感じで自分が受け取りたい店舗の、検索をして、で時間を指定するっていうことができるので。ね、今回のこのキャンペーンでマジで注意した方がいいことがあって、アプリの方で来店スタンプっていうのを集められるんですよ。で、その来店スタンプを3個以上集めると、こちらですね、ジョイフル限定コラボの折りたたみ傘っていうのが抽選で応募できるんですよ。このスタンプっていうのがお店についてレジの近くでアプリを開いて、かつ位置情報をオンにして Bluetooth もオンにすることによって自動でもらえるんですよ。1日目の夜にホットドッグテイクアウトしに行った時にそれするの忘れてて、スタンプもらえなかったっていう事象が起こってしまったので、マジで気をつけてください。本当にこの3日間スヌーピーとジョイフルさんのコラボフードをたくさん食べさせていただいて、本当に楽しかったなっていう感じの感情でいっぱいで、本当東京都にももっとたくさん作ってほしいです。お願いします、運営さん。ということで、この後はラスト2品食べに行ってるかと思いますので、引き続きご覧ください。どうぞ。ということで、ご覧ください。え、輝きがやばい。
スヌーピーのアメリカンバーグでございます。もうハンバーグ美味しいの知ってんの、もう目玉焼きも絶対美味しい、もうベーコンも美味しい、ソーセージでかくね。ランチタイムに来たのでこちらライスが無料でつきました、ありがとうございます。やばくない、絶対うまいよね。いただきます。ジョイフルのスヌーピーコラボフード最後の一品でございます。こちらウッドストックの小さなフロマージュパフェです。美味しそう、めっちゃうまい。これパインのソルベみたいなってマンゴーソースとかチーズケーキも乗ってますね。全期間共通のメニューと第1弾の3種類のメニューね、全部今回いただいたんですけれど、マジで全部美味しかった。僕の一番のお気に入りはもちろん全部美味しかったんですけど、今日の朝にテイクアウトして食べたロコモコプレートかなって思います。コースター開封いきたいと思います。いきます、せーの、はいはいはい。あー、チャーリーがスヌーピーのことをギュって抱きしめてるやつです。やばい、最高すぎる。今回の3日間のジョイフルスヌーピーコラボ人生締めくくりはこちらのコースターになります。いきます、せーの、バン。いやでもいいんです、可愛いんで、可愛いんでも最高です。のぶろく、はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。可愛くて美味しくて最高でしたね、ありがとうございます。でもこのコラボまだ第1弾でございます。第1弾は8月の6日15時までで、8月の6日15時からまた新たな第2弾のコラボフードが出るので、もうそちらが楽しみです。そちらの方もね、またねスタートしたらこちらジョイフルさんの方に来させていただきたいなと思っております。いやもう本当にたくさんのスヌーピーたちと出会えて僕は幸せでいっぱいでございます。皆さんもぜひこちらのジョイフル×ピーナッツコラボ来てみてはいかがでしょうか。ということでこの動画がちょっとでも面白かったなと思っていただけましたら、チャンネル登録の方何卒何卒よろしくお願いいたします。てなことで今回はこの辺で、ではでは。